はい、皆さんこんにちは。7月15日土曜日でございますけれどもね、すごいことが起こりました。まるでですね、エンジェルスがもう頑張ってきて、去年優勝したチームヒューストンになんとさようならで勝ちました。大谷さんの33号も出ました。いや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 、もう今日はね、珍しくね、もう最初ずっと大谷さんが4回までね打てなかったんですよ、三振ばっかりで。で5回目打って、まあ、6回目はですね、まあ、6回目まで来ましたから、ね、たくさん打ってるから、その時にはですね、まあ、意図的に歩かされたですね、インテンショナルウォークだったんですけども、まあさよならと言ってもね、相手が負けてくれたみたいなんですけどね。で僕がね、本当にね、あのチャンスがいくらでもあるのよ。バントしてお返して、結局はね、あの、まあ、皆さんにちょっと簡単に説明しますけど、10回の裏にですね、まあ、もう12対12だったんですよね。でそうするとネトがですね、もうあのゴースランナーが出るじゃないですか、裏だから。10回の裏でゴースランナーがもうあのセカンドにいるんですよ、若手がね。でネトが来て、僕がコーチだったらですよ、もう勝ちたいからとりあえずバントして彼は三塁まで起こしておくんですよね。でそれやらないで三振してワンアウト行ったんですよ。でそうすると、テイラー・ワードが出てきて、テイラー・ワードがまあその前にごめんなさい、テイラーネットの後に大谷さんが来るわけですよね。で大谷さんは当然歩かざるわけですよね、あのもうほら二塁にいるから。だからその前に三塁に送っておけばちょっと分かんなかったんですけど、まあ、いずれにしても大谷さん歩かされて、でですね、まあ、あのワンアウト二塁だけだったんですね。あ一塁二塁だったんですね。でそうするとテイラーワードがね、名前の通りね、テイラーメイドのねダブルプレーをやったんですよ。そうしたらね、なんとダブルプレーをね、一塁に投げた時にもうあのボールがねずれちゃって、それでセカンドから三塁まで行った彼がもうボールがずれたんで、そのまんまホームに入ってきて、結局相手のエラーでさようなら勝ちでございます。後で映像とかいろいろ見せしますけど、それが痛かったのはね、コーチが言えばいいんだよ、いろんな偉そうなこと言うんだけど、大事な時にこうしなきゃいけないってことはやってないですね。まあ、ということで、いろんな今日もアーバイン市カリフォルニア中アメリカからお送りいたします。こちらレックスでございます。どうぞお付き合いくださいませ。はい、映像を見せしますからね、皆様に。ということで、まあ、いろいろ他のものありますから、まあ、勝ったということはとりあえずいいことがね、大谷さんは一日伸びたかななんて思うんですけどね。大谷さんは出ていくだろうって痛いところなんですが、こういうようなゲームするとこれはね、もう分からないですよね。まあ今日だけかな、なんか分かりませんけど、まあいずれにしてもね、というのはね、ほら、あの主砲がいないんでね、あのレンドーもいなければ、それからマイク・トラウトもいないし、まあいろんなねあれがいないんで、まあでもあのネトが今日ホームラン打ってるし、それからあのおじさん、もうとにかくおじさんたちはね、足遅いのよ。あのエストバーにね、二塁も止まろうと思ったら、いやいや走れ走れって言ったら、ね、ホームでアウトされて、まあだからいろいろそういうのもありますけど、とりあえず皆さんおめでとうございます。とりあえずは33号も出ましたし、チームも勝ちましたということで、まずはこっちからいきましょう。はい、この写真見るとですね、さよなら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 勝ちでございます。はい、これなんでね NHK MLB プロダクションって出てるんだろうね、ここよくわかんないんですけど、まあとにかく大谷さんがここで頑張っております。これは写真でございますけどね。はい、ということで、皆さんが見たいと思うんですね、大谷さんの。まずホームランから参りましょう。 Ladies and gentlemen、 9回の裏、ショヘイ・オータニ No.33 ホームラン。いやいやいや、最高なホームランだね、ど真ん中でしたね。はい、どうぞ行きましょう。しかも最後にね、クローザーからホームランを打った。普通はなかなかクローザーからホームランを打てないんですよ。サマサさん、ビッグフライ大谷さんが出たよ。サザエさんが呼んでますよ。
さまざさんがね、まあ、あのごサザエさんへ早く聞きたい、私も毎日聞きたいんでございますけどね、なかなか思うようにいかないんでずーっと我慢させていただいておりますけどね。はい、33号大谷さん33号おめでとうございます。いやー素晴らしいね。昨日のね、あの反対方向に打ってたね、あれは2個あってホームランあったらもっと最高だったんですけど、グリディにならないね。今日のピッチャーはあまりにも良すぎてなかなかね打てないんですよね。ただね、分かってるんだから、ね、この人はねシンクするボールもよく投げるということで、ボール打とうと思ったら下にないんですよ、ボール下にいちゃうんで。大谷さんもその内角のね、やっぱり弱いね、大谷さんね、そっちにちょっとやられておりますけどね。まあということでございますけれども、とりあえずそういうことでいきましょうか。次はこちらでございます。はい、いきましょう。今は32号ですけど、33号でまだドンとストップでございます。他の人はまあ後ろから来てますけど、谷さんはまあそういうこと。じゃあこういうものを情報からいきましょうか。はいはい、いきましょう。はい、どうぞ。それではまずこの情報からいきましょう。はい、どうぞ。大谷翔平の次回登板は未定、右手中指爪割れて3登板連続イニング途中降板、エンゼルス大谷翔平投手29が15日、日本時間16日午前10時7分開始予定、本拠地アストロズ戦のスタメンに2番指名打者で名を連ねた。後半戦初戦だった前日14日同15日の本拠地アストロズ戦は2番投手指名打者のリアル二刀流でフル出場。打っては5打数2安打だったが、投げては6回途中5安打5失点、自責フォームで降板。右手中指爪の状態が完治しておらず、本来の投球ではなかった。チームは今季ワースト6連敗で今季最多の借金に。故障者が続出し、苦しい戦いが続く負の連鎖を止めることはできなかった。6月27日の本拠地ホワイトソックス戦、7月4日の敵地パドレス戦、14日の本拠地アストロズ戦と、3試合連続右手中指のトラブルでのイニング途中の降板。うん、大谷は試合後、爪の状態が良くないことを明かし、全体的には思い通りではなかったですね。うん、ここ最近はずっとそんな感じ、と苦しい胸中を吐露し、次回以降の登板については、明日15日日本時間16日の状態次第かなと思うので確認してという感じかなと思います、うん、と話していた、うんうんうん、この日試合前に取材に応じたネビン監督は次回の登板日がまだ決まっていないとし、決めるのはまだ早すぎる、うんうんうん、今日これから彼と話すとした。順調に回復した場合は中6日で21日、同22日の本拠地パイレーツ戦の先発が見込まれる。でも大谷さんはね、一生懸命やってましたよ。だからあんまりね、自分になんかね、大谷さんはね、エンジェルスを背負わなきゃ、背負ってなきゃいけないっていうことはいらないんで、とにかくね、一生懸命やってることもみんなわかるし、だから素晴らしいやってるんですよ、もうやれるだけの。だから本当に完璧に直されてね、それがやっぱり6回か7回投げさせた方がいいと思いますんでね。まあありがとうございました。じゃあ次行きましょう。これおおすごいね、パドレス、ドジャーズ、そしてニューヨークミッツの話最近出ないですね。他のはどうなってしまった。エンゼルス、はい、大谷選手のトレードの話を他球団から聞くモード。あ、もう聞くと。7月15日エンゼルスは大谷の話を聞くモードに入っている。ほうほうほう。 MLB ネットワークインサイダーのジョン・ポール・モロシ氏がフロントオフィスが大谷へのトレード打診を検討すると報じているため、エンゼルスの前半の失神で内部の考えが変わった可能性があるようだ、うん、ここには非常に多くの異なる角度があるが、エンゼルスは今成長モードにあり、順位表に沈み、オファーが一定のレベルまで上昇すれば8月1日までに行動を起こす可能性があると私は本当に信じている、とモロシ氏は MLB ネットワークで語った。7月13日ヤンキースが大谷のトレードに最も意欲的、レポート。エンゼルスは8月1日のトレード期限までに翔平大谷をトレードするだろうか。
この質問はすでに何度も尋ねられており、運命の日が近づくにつれてさらに問われることになるでしょう。しかしそれを少し横に置いて、代わりに別の質問をしてみましょう、うん、エンゼルスが大谷を獲得できるようにした場合、どのクラブが彼を狙う可能性が最も高いでしょうか、うん、関係者は ESPN バスターオルニーに対し、うん、ヤンキースがそのクラブであると語った。嘘。7月13日、パドレスが大谷の検証に参加すると予想される。おー、パドレス、はい。ポストシーズン出場権をあと6試合残してシーズン後半に入ったにもかかわらず、うん、8月1日のトレード期限が近づく中、パドレスが買い手となるか売り手となるかは不透明だ。うん、そして、近年の球団のアプローチに従って、うん、サンディエゴはこのオフシーズンに大谷のフリーエージェント検証の対象選手となることが期待されている。7月13日、ドジャースがオフシーズンに大谷と契約する最有力候補と見られている。ドジャースが翔平大谷と契約しようとしたのは10年以上前に遡る。すごい。ロサンゼルスタイムズのホルヘ・カスティージョは最近、このオフシーズンにフリーエージェントになる予定の大谷に対する球団の長年の熱狂について詳しく語った、うん、いくつかのチームが彼のサービスを争うことになりそうだ、うん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 、しかしカスティージョ氏は多くの人が入札の最有力候補と見ているのはドジャースだと書いている。やっぱりそうですかね、ドジャースですかね。うちのコーナーでも皆さんがね、ドジャースじゃないかって言ってるんですけど、ただ皆様がおっしゃるのは、今大谷さんがアメリカンリーグにいらっしゃって、そしてまあ今勝ってるから、これはそのナショナルリーグに行った場合はなくなるんじゃないかなっていう、そういう心配があって、なんかいきなりなんかニューヨークヤンキースが出てきてるんですけどね、まあどうなるかその辺は。大谷さんにも考えられるんだけど、これはね、エンジェルスが決めるんですよ。いろんな人をもらって、とりあえずあなたをトレードしましたよと。で、それでフリーエージェントになって好きなところに行ってくださいっていうことなんだけど、その間はエンジェルスが決めるので、まあ、それはどういうふうに決めるか、その辺も分かりませんね、まだね。ということでございまして、そしてこの話もね、まあ、ちょっと聞いてみましょう。はい、はい、どうぞ。はい、どうぞ。JP Morosi, our insider, joins us here. この人インサイダーでございます。JP Morosi. JP, Shohei Ohtani, trade deadline less than three weeks away. What are the chances that he gets traded? まあ、15日しかないからね。Robert, Lauren, Yonder, what a story we have in front of us right now. Shohei Ohtani, 18 days away to the trade deadline. And what I can tell you this morning is, based on my conversations with sources, a trade is perhaps still unlikely, but possible.And what has changed, I believe, in recent days is the Angels have discussed internally as an organization and realized that with where they're at in the standings, while the standard to move Shohei is going to be extraordinarily high, they have no choice but to listen to the inquiries that are coming in. Mm-hmm. And there are so many different things, Robert, for them to consider here. The legacy of the great Shohei Ohtani, their chances to sign him long term.The quality of the offers coming in. And again, we'll talk about this on probably every single episode of MLB Central between now and August the 1st. But what I can say to you is one of the more challenging parts here is there is no comparison. There is nothing the Angels can look to and say, well, the last time someone like Shohei Ohtani was traded, this was the return. As we all know, he is one of one. There is no way to really discern what a fair offer would be other than to say,If they get multiple players offered among the top 100 prospects in the game, they have to at least start thinking about it. And that's where they're at right now. Thinking, considering, of course, watching the standings. But what I can say right now is a trade of Shohei Ohtani is possible.Between now and August 1st. I have an idea. Let's just all jump on a Zoom call. We can all listen to the team's packages, proposals for him. Zoom call でやりましょうなんて。できないよ。To our entire farm system. What are they expecting those will look like? Well, Lauren, it's a great question. And I think, interestingly, and I'll mention this team right now, we'll talk about them a lot during the course of the next 18 days before August 1st, not that we're counting, but the Los Angeles Dodgers.
The Dodgers have 9 players, oh. 9, mm. among the top 100, according to MLBPipeline.com. That's the most of any team. And we know that according to many projections, the widely expected team that's the favorite to sign Ohtani this winter oh. is the Los Angeles Dodgers. So wow. would they pay a premium right now to be able to get him for the balance of this season and then try to sign him long term? We know, of course, the regional rivalry. There are some people who would say, no way, no how would the Angels ever trade Ohtani to the rival Dodgers. The guys on the couch are saying that, JP. Right. And yet, Lauren, when you think about this, if you believe that there's a chance that he signs there eventually, why not get the best package you can to improve yourself for the long term? There are so many different angles here, but Lauren, I really believe that the Angels right now are in a listening mode, and if they sink in the standings and the offers rise to a certain level, they may act by August 1st. Wow, imagine that. Imagine he walks into your clubhouse, you're sitting in your seat. There's a dozen baseballs, a bat, and a jersey. I need to sign all of them. Hey, what about St. Louis, JP? We've been waiting. ということでね、まあとにかくね、今からもずっと話していくんだろうね。8月1日までに、まあ期限があるので、まあその前にやるのか、それとはその時にやるのかっていうのはまだね、はっきりや。でもね、いいことはね、エンジェルスは今まで誰の話も聞いてなかったのよ。今度は、聞き始めたのよ。いろんなところのオファーを。で、それで最終的に決めるんだろうと思うんですけど、まあ、それで、まあ、ということで、じゃあ次はこちらでございます。参りましょう、どうぞ。大谷の二刀流ルーティンは独特トレードで、シーズン中の環境変化は大丈夫か？マドン前監督の答えは？スポーツ専門サイト、ジアスレチックのケンローゼンタール記者は、大谷のシーズン中のトレードについて、先入観を持っていた。大谷の二刀流選手としての日々のルーティンは他の選手とは著しく異なっていて、うん、細かく管理されているから環境が変わると本人も大変だし受け入れるチームにとっても難しい。トレードは彼にとってもチームにとっても必ずしも良いことではないのではという懸念だ、うん、一方オフのフリーエージェント移籍なら春のキャンプが6週間もあってその長い間に新しいチームも大谷も互いのやり方に合わせることができる、うん、開幕戦までにチームのシステムの一つとして馴染んでいる、うん、シーズン中のトレードは是か非か。ローゼンタール記者は彼の懸念を大谷をよく知る人物にぶつけ意見を聞き15日日本時間16日に記事にしている、うん、一人は元エンゼルス監督のジョー・マドン。マドンは電話で即座に否定した。この方ね、はい、シーズン中であっても問題なくアジャストできる。お彼のルーティンは明確で高度にシステム化されている。あ、なるほど。そして本人が新しいチームに何が必要かきちんと伝えられる。うん、新しいチームは彼の言うことに合わせればいいだけ。誰も大谷に代わりに我々としてはこうしてほしいと要求したりはしないだろうと説明している。うん、現在のエンゼルスのスタッフにトレードされたら大谷にとって困ることになると思うかと聞くと 100% そんなことはないと返答している。もちろんトレードを決めるのは大谷本人ではなくアート・モレノオーナーだ。まあそうだね、うん、ただもし大谷本人にこうしてほしいという希望があるとしたらそれは彼の快適さのレベルに根ざしていない。うん、マドンやエンゼルスのスタッフの証言をもとにすればそれよりも勝ちたいということ。オールスター期間中大谷の最も記憶に残る発言は It sucks to lose、 負けることにうんざりしているだった。まあ、そうだね、確かにね。はい、ということでございましたね。それでこの方が下から呼ばれてきて結構ね2軍で頑張ってるようでございます。で彼が二塁からホームに走って帰ってきたんですね。面白い。トゥレイさんなんだけど、カベージュ、なんか食べるカベージュみたいなあれなんですけど、まあ、インフィールダーでございます。はい。なんか、まあね、まだまだヒットが出てないようでございますけど、まあ、入ってきたばかりでございます。はい。ということで、さあ、今日のゲーム参りましょう。LA
これはね、連技評価で3ランホームラン打ったんでございますよ。ただね、アナウンサーも言ってましたけど、3ランを打ったらなんですぐ2点を上げられ、取られたのかと。で、またね、もうこの2点取って、こっちは全然何もないところ。で、ここがね、すごかった。向こうは5点取って、もうね、向こうもね、5、6、7、7、8、9、9点だから、もうこれはもう安心だ、大丈夫だって思ったらね、7回の裏になんと9点も取って、6点も取ってしまいまして、そして今度は向こうは2点取ったら、また1点取って、こっちは3点取って、最後に1点取って、さよならしたっていうことで。いやー、すごいゲームでしたね。で、結局はエステベスが3勝1敗、他の人があれでしてるうちに、彼は最初の時にね、守りましたからね、クローズしました。で、こちら、クローズというか、まあ、クローズっていうか、もうね、最初にあれすれば、表にあれすれば勝てるということで、まあ、彼のことになったんですね。デッド・ミリスは6イニング投げて、5ヒットで、バービーグは3つで、K は6個、まあ、自責点は4ですけどね。そして、デミスキーが来て、全然ダメでしたね。自責点、5点も上げちゃったんですよ。0点に、もう2人、1人しかアウトしないでも変わりましたね、これね。そして、ボーイズが出て、まあまあでございました。彼も1人だけでしたね。モアが来て、彼も自責点で、もう、とにかくね、中陣がね、全然ダメですね。なんかみんな調子は。まあ、相手のチームもすごい強すぎるから、本当にね、なんでこうやって一生懸命勝ってきてるのかっていうと、やっぱり去年も優勝してるし、だからそういうこともあって大変なことでございますけどね。そしてこちらの方にデビッドさんが最初出てきて、まあまあなんとか頑張って、エステベスが来て、まあという感じで、こんな感じでございます。そしてメンバーは濃いメンバー、ザック・ネト、ショーヘイ・オオタニ、テイラー・ワード、ミッキー・モニアック。この人ね、こっちに出してもいいと思うんだけどね、まあ左右左ということにしてると思うんですね。右左右左左左、あ、彼は両方できるから、右も左もできるからね。まあこの辺のおじさんはなんとか頑張ってるけど、レンフローもそう OK ですね。はい、レンフローの後、ハンター・レンフローの後にはマット・タイスはどこ行ってしまった。はい、この辺にマット・タイス、今日はね、マット・タイスがね、まあまあで、いや、キャッチャーとしてね、やっぱりね、彼頑張ってましたよ、キャッチャーとしてね。はい、まあ、あとリンギフォー出てきたり、いろいろやってましたけど、はい、はい、はい。マット・タイスで、ルイフ・リンギフォー、ここですね。はい、はい。こんな感じでございました。はい。ということで、レイゼット・ミリですね。このやっぱりワールドエースはね、10コールの三振でね、もうすごかったですよね。まあ、割ってみれば違うけども、まあ、そういう感じでございます。さて、ゲームの方、じゃあ行ってみましょうか。はい、米国、米。7月15日、もう15日しかないですよ、もう皆さん。大谷さんが出ていくんじゃないの。土曜日でございます。ヒューストン・アストロズ対エンジェルスでございます。で、デート・ミレスが、まあ、大谷さんと同じように一生懸命こう違うボール、重さのボールを一生懸命練習してましたね。ここでは大谷さんとザック・ネトがちょっとチャットしてます。お話をしてます。どんな話か聞きたいねっていう感じでございますけどね。これは2試合目に。で、明日ね、勝てばね、ツイズン勝ったこともありますけど、勝ってほしいですね。はい、ということでございました。じゃあ1回目からいきましょうか。はい、1回目、なかなかね、いいピッチャーでございます。打てないですね、なかなかね。ほら、これがね、シンカーでポッと下に行くのよ。ほら、また同じ落ちた。これでこれはチェンジアップですね、今の。これは内角のチェンジアップで、やっぱり内角はね、弱いんですね、大谷さん。あれ、ボールなんだけど打ってしまうんですよ。やっぱりよく見えるんですよね。まあ、たまにあれでね、ホームラン打ってしまうこともあるんでございますけどね。はい、2回目でいきましょう。どうぞ。はい、どうぞ。これ、早打ちしたね。もうあれはね、引っ掛けたらもうダメですね。早起きして引っ掛けちゃうということでございましたね。はい、続きましては3回でございます。3イニング目、はい、3打席目ですね。はい、大谷は33号打ってますから、今日はね、
はい、ほら、また同じようなボール内角に持ってきて、これはね、ネトがすごかった。すくい上げて下からゴーンと上げてね、ホームランにしたんですよね。やっぱりそういうのね、やらないとあるかもしれないけど。はい、4回目でございます。はい、どうぞ。ほらね、こうやって低いのふわーっと持っていっちゃった。ほらね、全部内角ですよ。内角に落ちる球に空振りされておりますけどね。はい、ちょっと待ってくださいね。はい、続きまして6回でございます。では参りましょう、どうぞ。はい、ちょっと待ってくださいね。6回、5回、4回、ちょっと待ってください、ちょっと。はい、5回ちょっとね、やってないような気がします。5回いきましょう。はい、どうぞ。はい、どうぞ。これですね、このね、すごいいいクローザーですよ。これから横からね、あれね、引き上げたんだよね、彼もね、大谷さんもね。はい、33号スリランホームラン、ソロホームランということで、おたにさん先なんでね、ネトがやってなかったですね、これ。誰も上げてくれるとなかったのかな。で、9回の裏もサヨナラのチャンスがあったんですよ、ね、え、相変わらずほら、リトルボールをやらないから。はい、じゃあ6回いきましょう。これちょっとゆっくり行った方がいいかもしれないね。はい、大谷さんは歩かされております。その前に先ほど話しましたけど、ネトが出てきて三振してるんですよ。だからね、延長10回ですから、ゴーストランナーがセカンドにいる、最初からね。だからバントすれば彼が三塁に行くんですよ。そしたら大谷さんは歩かされないかもしれないけど、そうじゃなくても歩かされてもまあ大丈夫ということで、とりあえずまあということで、一人で三振して大谷さんが歩かされたから、一塁二塁で、テイラー・ワードの番でございます。テイラー・ワードはね、話しましたように、テイラー・メイド、ダブルプレーをやったんですよ。ところがラッキーで、ほらこう来て、これほら、これがずれちゃって、で彼がカベージがもうそのまま入ってきた。大谷さんが後ろから一生懸命やっておりますけど、これね、いや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 、すごかったよ。この辺でね、 NHK が出てくるんですよね、なんかわかんないけど、間違いますか。まあ、ということで大谷さんが頑張っておりましたね。まあ、ということでね、まあめでたしめでたしでございますけどね。はい、ということで15日、はい、これはすごいですね。ここ、はい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 、15日で、33号、はい、33号、ね、15日に出たっていうことで、これはね、はい、15日、はい、で明日が最後の日でございます。じゃあここでもちょっと33号入れましょう。33、いいですね。一つ減りましたよ、貯金が。貯金じゃなくて借金が一つ減りました。ここで46勝47敗、あと一つ頑張ればあれでございますけどね。はい、ということで、こんな感じでございますけどね。それでは皆様からの頼りの時間がやってまいりました。はい、行きましょう。まずはこの方、はい、バヤンさん、どうも久しぶりでございます。コメントありがとうございます。では行きましょう。はい、バヤンさんどうぞ。はい、バヤンさん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。
ドルフィンさん、こんにちは。こんにちは。もうダメだエンゼルス。すいません。守備に攻撃に細かいことが全くできない。できない。できない。大谷くんもがっかりしちゃうのもわかるわ。うん、そうそうそう。こりゃあと少しで大谷さんは出ていくだろうになりますね。お、バヤンさん。じゃあいいですか。あと少しで大谷さんが出ていくだろうになりますね。ということで、バヤンさんありがとうございました。ということで、続きまして、この方、ズカドンさん。ズカドンさんの場合はね、文字にね、いろんなのが入ってくるから、ここで、このやり方でやると、ちょっとね、さくらちゃんができないんで、こちら、ミカさんにちょっとお願いしてるんですけど、行きましょう、どうぞ。ズガドン総帥さん、コメントありがとうございます。大谷君負けついたですね、残念ですよ。ハウー泣き顔。泣き顔。相手の先発ピッチャーは歌手マドンナのミュージックの PV に出てた DJ に似てましたね、スマイリー。スマイリー。自分としては移籍するならムーキーベッツがいるドジャースが一番良いですね、スマイリー。そうなの？個人的な意見ですが、今まで大谷君を見てて、この人はピッチャーが本職なんだと思いました。本人は両方と言ってますが、もしかしてキャッチャーが粒揃いのところに移籍するかもですね。うん、そうなるとどこのチームになるのだろうか、うん、どこに落ち着くのか非常に楽しみですね、スマイリー。おー、ズカドンさん、ズカドンさんの意見は素晴らしい。でも私の意見としましては、大谷さんはいずれはピッチャー辞めると思います。なぜかというと、やっぱりね、ほら、問題になったり、このね、投げるっていうことでこの肩の問題になったりすると、ピッチの打つ方はその問題にならないと長くできるし、イチローさんじゃないけども、だからね、まあ、今現在では何とも言えないんですけど、僕は本職は打つ方じゃないかなと思うんですよね。まあ意見ちょっと分かれましたけど、見てみましょうかね、どうなるやらということでございます。ズカドンさん、ありがとうございました。それでは参りましょう。次はこの方、正吾田所さんことたっちゃんのメッセージでが来ていただいております。どうぞ。正吾田所さん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。ドルフィンさん、はい、こんばんは。年金少ないたっちゃんです。これかわいいね。待ちに待った後半戦スタート。しかし大谷選手5敗目、投球内容はいまいちで、いつもの大谷選手ではありません、ね、指の爪割れまたは豆の影響でしょう。そうですね、やはり完全に治ってから投球するべきです。そうです。ネビン監督およびトレーナーは指の状態を把握しているのかな。しっかりと管理すべきで、治るまで投げさせないこと、うん、試合内容はひどいとしか言えません、うん、確かにね、打てない、守れないでは勝てませんよ。そうですね、たっちゃんね、もう大谷さんがね、いつ出ていくか分かんないということで、まあ、あとは15日間しかいないのでね、で彼たちとしては少しでも彼にほら投げさせてゲームをね、少しでも勝ちたいのよ。それはプレーオフに入れば帰れない。プレーオフに入ってもね、僕大谷さんならね、まあもう出ていくね。もうなんかね、ちょっといろんなね、コーチとね、ジャンルマネージャー変えないと、いろんな人をどん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 入れないとダメですね。やっぱりね、日本語にね、太っ腹、これがいいのよ。太っ腹のね、社長じゃなきゃダメですよ。今のね、社長は、ちょっとね、マリノはね、モレノはね、ちょっと、ダメですね。はい、ということでございますので、はい、次はこちらでございます。おー、かっこよくなりましたね、これまた。で、私もね、鳥すがりさんの名前をね、上の方に付けさせていただきました。鳥すがりさんの、またメッセージでございます。鳥すがりさんもね、いろんな、いろんなものをゲージ透けないので、こっちの方がいいかなと思いまして、はい、じゃあ行きましょう。イエローで、この日もほらイエロー、ひまわりさんもありますし、じゃあ行きましょう。どうぞ。通りすがりの満身王さん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。少し花をマイナーチェンジした通りすがりです。グー。夏らしくひまわりを加えてみました。いいね、素晴らしい。そして花言葉は、私はあなた大谷選手だけを見つめています。おー、まずはドルフィンさんも話してましたが、今日のような体調でなぜ先発したのか。本当ですよ。前回それで煮え湯を飲んだはずでは。うん、大谷選手
今日は後半戦をスタートする大切な試合でエースとしての意地やプライドもあったとは思うが、それでも少しでも危ういと感じたのであれば、自分からネビン監督に話すべきだった。ネビン監督自体は神頼みならぬ大谷選手頼みで祈っていたはずだから、彼にその判断は無理でしょう。今日が今シーズン最後の試合だったとしたら、燃え尽きるほど投げ切るのもいいでしょう。でも現実は違いますよね。今日からが再スタートを切る試合なのだから、まだ無理をするタイミングじゃない。そこのタイミングを見誤ると大変なことになるので、今後に向けて自重することも時には必要であり、無理をすればいいということではないということを覚えておいてくださいね。はい、了解しました。ネビン監督、戦術や知略で勝てない相手なら、せめて気持ちで負けないように試合前にエンジン組んで選手に気合い入れるくらいの根性を見せなさいよ。大谷選手が降板してからすぐにバント決めて2点取ったアストロズの攻めの時に、ベーカー監督はさも当然だろうという感じで余裕見せてました。でもどうにもできずにやられるがままのエンゼルス、しまいにはバント失敗、ダブルプレー、戦うなら血ヘドついても戦え。そうだよね。諦めるなら派手に散って、大谷選手のトレードに祝福の花火をあげてやれよと言いたい。イエーイ。ネビン監督、あなたが気合い見せなきゃ3連敗しますよ。その流れができてます。明日負けたらコメント休みます。あ、休まないでください。もう最後に、監督が栗山監督だったら今日は大谷選手に投げさせていないはず。そうですね、はいはい、おかげさまで、取りすがりさん勝ってますので、コメントお待ちしております。それでね、もし負けてはないんですけど、負けたとしてもやっぱりね、取りすがりさんのコメントがねすごく必要なんですよ。その負けてる時こそ、まあこういうふうにした方がいい、ああいうふうにして、私はこういうふうに思います、そういうのをね、やっぱりね、非常にねありがたいので、よろしくお待ちしておりますということで、まあいろいろね、ネビン監督聞きましたかね、日本語ですけど、大谷さんからと一品ちゃんから説明があるかもしれないんですけどね、まあこういうコメント、日本の方ではこういうふうに思ってますので、だから大谷さんはね、やっぱりね、本当はね、まあ、だから良かったのは5回で降りたから、6回でかな、一人投げてファーボールだって出ましたから、ただそれ良かったよ。今までならね、もうちょっとね、長く投げようと一生懸命、それからね、鳥塚さん、これからほら、トレードがあるでしょ。だからやっぱりね、大谷さんが投げられないとなると、またちょっと大変なことになるんで、だから大谷さんは、いや、これはちょっとあれだけど投げられますよと、そこ投資は悪くてもこのぐらい投げれますよということで、まあ多少はね、まあまあとにかくみんな欲しがっているということで、ということでございましたね。はい、ということで、最後の方、サマツァさんもね、今日は嬉しいんじゃないかな、サマツァさん、33号出ましたよ。それからサザエさんもやってましたよ。ありがとうございます。じゃあ行きましょう、どうぞ、はい、サマンサさんコメントありがとうございます。ドルフィンさんこんにちは、わーい、なんだかいろいろとトレード噂ありそわそわしてます、もしかしたら大谷選手はオールスター明けに違うユニフォーム着てるのかなと心配でしたが、エンゼルスの大谷選手でした。しかし、我慢忍耐のピッチングの様子でした。汗つらいです。でもへこんでばかりだともっと辛くなります。だからそうそうそう、ひたすら明日はきっと良い試合になりますよ。なりました。ずっと祈ります。眠い。いやー、眠い。眠い。私、昨日も眠かったんで、やっぱりね、こっちも夜中になっちゃうんですよね。サマサさん、いや、あなたのお祈りがね、届きましてね、今日はね、大谷さんはね、4回まで打てなかったのよ。5打席でなんとか頑張って、あと 6打席ではですね、意図的に、まあ、インテンショナルウォーク、意図的に歩かされて、それでまあでもなんていうか、テイラーワードがですね、ダブルプレーの球だったんですが、ヒューストンがボールを間違って一塁投げたのは彼が取れなかったのか、まあ悪い悪送球投げたから、そしてカベッジがね、二塁から三塁行って、まあ、ゴーストのランナーが一気にホームに行ってしまいましたからね、それで勝ちましたから、
だから本当はね、力で勝ったわけじゃなくて運で勝ったんですよね。だからそれはやっぱり頭に入れておかない。じゃあ今度明日はね、力で勝ってみようじゃないかということで、まあでもね、あのたくさんのヒーローが出ましたね。あのいつも私はおじさんおじさんって言ってるんだけど、あの、彼も言ってたし、ネト君も頑張りましたし、大谷さんもね、あのホームラン打ちましたし、だからね、みんな頑張れっております。はい、ということで時間となってまいりました。皆さんからの頼りと、それから私のチャンネル登録もよろしくお願いします。1日に1回ですね、あの大谷さんと、まあ、野球をやらせていただいております。ということで今日はここでやっぱりさよならしようかな。はい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 、さよならで勝ちました。はい、それでは See you later alligator。 はい、 See you later alligator。 はい、それでは皆さん、また明日お目にかかります。どうもありがとうございました。